ホーレさん、はい、今日はもう今まさに始まってます。始まってるんですか。はい、はい、おはようございます、はい、富士コンテリーコンクルージョン。おはようございます。コモチャンネルのコモリボードです。もうここから貫徹に入るんで、ずっと100本分ぐらい動画のネタ撮って、はい、行きたいなと思うんですけど、はい、今日聞きたいテーマは、はい、結構竿の話とか針の話とかいろんなトーナメントの話とか聞くことができたんで、はい、ちょっとそれとずれてはいないんですけど、はい、今年1年使っていて、はい、あ、これは便利だなっていう、なんかそういうグッズとか、はい、トーナメンターとして、はい、これ今年すごい良かったなみたいなのがあったらいろいろお話伺えたらなと。そうね、いくつかありますよ。あ、はい、これ見えてます。これそれ聞きたかったんです。それこれリチビ、はい、これね 12V の 80A なんですよ。これでね、僕魚探を5台、今4台か、はい、1,2,3,4 台、稼働してます。4台はい、ローランスの82を2枚と、はい、ハミンの360、それと、まあ、それはハミンのヘリックス10ですけどね、はい、あとガービンの1022の、ライブスコープを稼働していく、これ1個で、丸1日は余裕で持ちます。それ手、もう膝の上にも乗せてるし、今ひょいひょい持ってます。手と手持ってますよ。なんなん、どう、それでそんな、軽いですよ。まあ軽いっつってこれでも5キロぐらいはあるの、6キロぐらいあるのかな。まあ通常の鉛バッテリーだと、はい、普通に使う鉛バッテリー、はい、あれで、今言った魚探を稼働させると思ったら2台あるんですよね、はい、2台で約45キロぐらいあるんですよ。でもそうですね、はい、体感がそうです。で45キロ積むことはバスボートは可能なんですけど、はい、バッテリーストレージがないんですよ、そんなに。なのでこれ1個でできちゃうんで、これ便利です。これは今年導入してよかったなと。でエレキの方も今 36V の、はい、リチビ、はい、はい、ちょっと重たいんで持ってくるやつですけど、はい、それでも鉛バッテリーは軽いんですけどね、はい、それがあって、それで 36V、 通常だったら鉛バッテリー3つ分、うん、だから何キロになるんだ、 22.5kg、 60キロ70キロの重さのものが、わずか17キロなんか仲間内で聞いたのは、はい、自分なんかレンタルボートの釣りが多いですけども、はい、なんかレンタルボートでリチビーとかそういうのを使うと、はい、やっぱ全体が軽くなるからめちゃくちゃ船が速くなるなんて。そうですね、スピード求めるなら、必要かもしれないですけど、はい、まあ、あまり踏んでしまうとやっぱり危ないんで、はい、鉛のバッテリーってね、こうなくなってきてもじわじわそうそうですね、一部によってそれがないから、はい、まあ、全開でブンブン走り回るスピードを求めるのはちょっと違うと思うけど、はい、ただその電気は持つし、いざって時のスピードは出しやすいですよね。運用としてはじゃあレンタルボートに例えば 24V 仕様の一発だと怖い場合もある。2発積んだって24V のバッテリー、魚探エレキ用に、うん、ボイジャー2個積むより軽いですよね。だから 24V 1個と例えば予備用にボート屋に最悪の時帰れるように 12V 1個予備で乗っけとく。それはそうですね、そういう運用になってくるんですか、ね、今結構ね、アメリカとかでも流行ってるらしいんですよ、はい、リチウム用は、はい、でもみんなバックアップ積んでるって言ってました。あ、バックアップ前提の運用はまずは考えた方がいいってことですね、はい、だから僕だとバスボートだと、はい、バスボートに、はい、まあ、ストレージの中にバッテリーあるじゃないですか、はい、36V、はい、でこれ 50A、はい、でこれでエレキ、はい、36V、はい、これがいつも使ってるやつでウルトレックスですね、はい、でこれ丸々1日持ちます、はい、余裕で持ちます、はい、なくなったこと1回もないですよ、はい、結構風強い日でも大丈夫でした、はい、2日使ったらなくなりましたっていうことがありました。で、もう1個これがの、12V の 80A、はい、これで魚探全部、4台ですね、はい、魚探4台、はい、であとスターターモーター、はいはいはい、スターターエレキですね、はい、これがね今ねリチビの12を使ってるんですよ、はい、
ペアに12ボルトの流れバッテリーをつけますね。はい。で、まあこういう風にやってるんですけど、本当はこれを半分にしてもいいかなと思ってます。36ボルトの40アンペアみたいなやつがあるんで、それをかける2とか、はい、にした方が1個スペアにできるかなと思って、1個死んでも大丈夫じゃないですか。はい、こういう風に、まあストレージが空いてきますから、はい、スペア積んどくこともできるかなと思ってます。はい、これを今年の、はい、まあ、僕の中ではかなり、はい、まあ、レンタルボートでもね、36ボルトの24個積んどけば、はい、絶対大丈夫でしょう。うん、ね、その他に何か、これ今1個以上ポイントで聞けたんですけど、はい、これ魚探って言ったじゃないですか、はい、でその中にまあライブスコープって話したんですけど、はあはあ、これは今年買って一番良かった。今年買ったんですか、ライブスコープ。はい、何かじゃん、あ、まあ、魚探しかないですけどね、 あと船にくっついてる、はい、で、まあ開けたところで何も見えませんけど、はい、ライブスコープも導入しました。はい、1022、モデル的に一番安いやつだと思います。これでもあのライブスコップはつけることができますね。で、まあ、とってもその便利だと思ったことは、バスがいることを見れるのはもちろんなんですけど、バスはやっぱり水中でかなり泳いでるんですよ。だから映ってもすぐどこ行っちゃうんですよ。で、なのでバスを追っかけると魚ばっかり見て釣りに集中できなくなってしまうので、こいつの使い方一番いいのはストラクチャーまでの距離。特にインビジブル、オタとか沈んでる杭とか、そういったのにルアーを入れるのはすっごく適してて、まあ、実は河口湖のこの間のクラシックとかでも一本ブーッと前で押したらパッて水中に杭が落ちたんですよ。杭じゃないと思ってでも見えないですよね。でライブスコープって見えるんですよ。一撃で釣れたんで、正直これをって釣れた魚は今年は結構いいです。結構どころかかなりいいです。高いですけど、まあ頑張りました。だいたい小森さん、まあいろいろいろんな流れはあると思うんですけど、はい、一般に一式その揃えようとするといくらぐらいの、これがですか、はい、こいつは12、3万ぐらい。12、3万、はいはい、こいつは12、3万ぐらい、はい、で、ダイブスコープの、はい、振動子が純正で買うと30万ぐらいかなと思います。はい、はい、まあ、それがあれば大丈夫かなと思いますね。はい、ちなみに遡るとリチビーっていくらぐらい。リチビーはね、このね、12ボルトの80は10万しないですね。ああ、はい、はい、6、7、8万ぐらいかな。はい、ちょっと詳しいんで覚えてないですね。まあ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 、はい、で36ボルトはバッテリーチャージャー込みでやっぱり30万ぐらいしますね。まあ、値段は聞かないでください。正直僕も頑張ってます。まあ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 、ただもう便利すぎるグッズってことでちょっと手放せないぐらいの活躍。そうですね、この2つはかなり今年は買ってよかったな、ちょっと無理して買ってよかったなと思ってますね。自分もあの魚群探知機だと、なんか携帯魚群探知機とかいうのいっぱいね、はい、でもそれ見ちゃう、実際にそれの映像とかも何回か見てるんで、はい、でもねえなって。いやでもこの間ね、はい、柳川クリックってのが行ったんですよ。はいはい、あそこは逆に、はい、あれじゃなきゃダメですよ。あ、そういうボート騙せないですもん。ああ、まあボートとかフルセットでやるんだったらやっぱりこういうプロスペックのこういうのがあるけど、はい、まあディーパーもね釣り子 TV やってますので、はい、よろしくお願いしますっていうことで、やっぱりにはちょっといいなと思いました。はい、柳川行った時、ああ持ってきたらよかったって思って。はい、なんか、なんか他にも、他にか、言われるとライブスコープの話に今何かあったんだけど忘れちゃった。じゃあ大丈夫。そう、ライブスコープの振動子って、はい、エレキにくっつけてこうやって振るじゃないですか、はい、あれを自動的に回すくるくるっていうやつも買ったんですよ。はい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 、それも便利でしたよ。しばらくだとアンカーロック、ウルトレックスでロックしたまんま周りを見れる、はい、それもすごく、しばらく湖と、川口湖でもすごく役に立ちました。ウルトレックスはい、まだまだ全然レンタルボート仕様とかには来るのはこの先ですかね。いや、もうレンタルボートこの間亀山ダムでやってる時使いたかったんですけどね、まあ癖で ボタン探したんだけど、ボタンがないですよね。はい、まあ、しょうがなく今までレーキ踏んでたんですけど、いや全然使えると思いますよ。まだでも全体のユニットとしては巨大ですもんね、マウント。
そうですね、でも20ボルトも出てますし、はい、まず構造上シャフトが短くできるのかとか、そういったことは分からないんで、なんとも言えないですけど、はい、まあでもマウントがちょっと重たかったりするんで、まあ、亀山ダムで流行ってるちっちゃいミニマウントにはつけづらいかなと思うんですよね。まあまあそうですね、あれ落としたらもう多分ちょっと帰ってこられないですから、はい、ですね、心が帰ってこれ、はい、でもまあ使ってない方は一度ぜひ使ってみて、はい、自分の釣りに当てはまるなと思ったらこういうアイテムはぜひ購入してもいいのかなと思います、はい、トッププロの小森さんがこれは間違いないっていうのを2点はい、釣りに関わる道具以外ではこういうところかなと、はい、ありがとうございます、はい、じゃあまた引き続きですね、はい、第2弾第3弾といろいろ取材していきますので、はい、今日はとりあえず、リチビーと、はい、ライブスコープ、はい、ガービー、はい、これがやばいよっていうこれを教えてもらう動画でした。釣りコー TV でした。ありがとうございます。